メロン。スイカが。うん。しっかり焼いたから美味しいんでしょ。Hi, I'm Gogo. Today's cook is fried zucchini with salty carrot. Ingredients: zucchini, salty carrot, olive oil. Cut zucchini. Jim, what is your drink today? Fruit juice and violet vegetables. Okay. よし、行ってみよう。ズッキーニ本当は食えなかったんでね。行ってみよう。いや、もっとこの料理方法をさ。うん。出たらさ、特訓の昔に食えてたのかもしれねえけどさ、じゃあ食べてみよう。それは後悔。うん、うまいんだろ。うまい。どう、トロトロ。うん、ズキニって、うん、油で焼くと思う。キュウリの仲間なんだ。ウリ科なんだな。ウリ科、うん、そうだね、ウリ科だと思うな、多分。よしよ。ウリ科って言えば、ウリもウリ科。ウリ？うん。トウガン。あ、トウガンもそう。うん、カボチャとか。メロン。スイカは？うん。ほぼウリ科じゃん。うん。初めて聞いたよ。そうか、うまい。これ夏バテ予防にいいんじゃない。うん、ズッキーニ丼で食えた。これ、いや、それはうまくなさそう。まあいいよ、俺はこれだけ、これだけでいいよ。食ってください。塩昆布今回ね、うん、出番多かったね。うん、
めっちゃ出番多くて、うん、減るのが早かった。そうだね、なんかあの出汁出るからね、出汁、うまみ出てるだろ。だからさ、手抜き料理に最高だね。あれがさ、俺の口に合ってるかも。何が？だし。塩昆布の、うん、うん、そうだね、昆布のね、食べてみてよ。今年、うん、救急車搬送、病院の搬送車、うん、急増中だって。あ、熱中症で？うん、うん、朝やってたニュース、うん、しっかり焼いたから美味しいんでしょ、うん、やっぱさ、こういうのってしっかり焼かねえとさ、うまくね。ちょっとこうやって焦げてるぐらいがうまい。もしさ、うん、食ってる途中に食中毒とかになったらさ、いや、な、食中毒は時間かかります。はい、あ、いや、さすが獣医。はい、うん、菌の種類によって食べてからの発症時間も違う。それ本当なの？本当だよ。例えば4時間で出た場合と8時間出た場合でおおよそ疑う菌は違うんだよ。根拠あるのね。あるんだよ。まあまあいいや。じゃあどうですか、美味しいですかこれ、うん、これどうですか、簡単だよね、うん、誰でもできるよね、うん、本当はズッキーニもっとさ、ドッカンドッカン切ってもいいよね。ちっちゃい方がいい。うん、わかりました。キュウリみたいに細かく、うん、お願い、頼む。うん、じゃあこれどうですか、皆さん。皆さん、夏バテ予防、熱中症対策、しっかり行ってください。ぜひ、つけてみてはいかがでしょうか。See you, bye bye! じゃあねー、バイバーイ。